ばんは。こんばんは。こんばんは。3回ぐらい言ってる。こんばんは。こんばんは。やっほー。何、まあ今日はサマステに出演させていただきました。だからそのお話とかできたらいいなと思って配信してます。髪もボサボサ。昨日ゆうなちゃん配信でヒール呼べばよかったなって言ってたよ。え、嬉しい、出たかった。嬉しいです、ありがとうございます、教えてくださって。いいこと聞いたわ。今ラジオのリクエスト書いてるところ。お、嬉しい。ちょっとまだ私X でそれ書けてないんですけど、投稿できてないんですけど、明日収録が YouTube のラジオアンビシャスヒーローの収録があって、でなんと今回もスペシャルな、今回もまあ今までもたくさんいっぱいゲストの方来てくださったんですけど、スペシャルな方が登場してくださるので、ぜひお便り送っていただければ嬉しいなって思います。そう、ゲストでお迎えしますので楽しみにしててください。出てくれるんですかっていうなりました。私は最初いいんですかってなりました。それだけ言いますね、誰って言わないからね。藤子がココハって呼んでほしいと言ってました。あ、聞きました。私もこの間話してて、普通に会話しててなんて呼んでるって聞かれたの急に。え、ヒーローってさ、私のことなんて呼んでるって出てきて、え、ココハって呼んでるよって言ったら、あ、そっかみたいな言ってて、え、どうしたのって、どうしたとって聞いたら、なんかあんまり藤子ココよりもココハって呼ばれたいみたいな言ってて、そう、面白かった、かわいい。お、7月中旬から HKT にハマり完全にヒーロー推しです。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、それでサマステのお話なんですけどもね、そう、皆さんがいっぱい書いてくださってるんですけど、なんとね、今回センターで曲をさせていただいた曲が1曲ありまして、夜空の月を飲み込もうを、しかもなんとなんとなんとゆうなちゃんと2人でダブルセンターをさせていただきました。嬉しい、めっちゃ嬉しかった。どうでしたか？本当に嬉しくって、そう、本当に本当に嬉しかったです。そう、リハーサルの時とかも振り的にも目が合うんですよ、ゆうなちゃんと。そういうのも嬉しかったし、なんか私初めてのサマステなんですけど、だって、そう、だから最初の初めての時に一緒に、しかもセンターとかもさ、なかなかないからさ、しかもそのセンターを一緒に、なんとゆうなちゃんとできるなんてもう思ってなかったから、す
っごい嬉しかったですね。まさかサマステで一緒にできるんだってなりました。ありがとうございます嬉しかったですね。決まった次の日とかにセットリストが決まってから初めて会った時にゆうなちゃんがね、一緒だったねって声かけてくださって、それも嬉しかった。嬉しいって言ってくれたのも嬉しかった。嬉しい。そう、すごいなんかね、去年もあのチームごとに出演されてたじゃないですか、 HKT は。で去年すっごい暑かったってすっごいね暑くてって、だからちゃんと水分とか対策ちゃんとしてきなよみたいな話もしてて、で、まあ、暑いっていうのは分かってたんですけど、すっごい本当に暑かった。当たり前のこと言ってるけど、すっごい本当に多分元から外が暑いっていうのもあるけど、多分皆さんがたくさん盛り上げてくれるからさらに熱気も加わって、で私たちは歌って踊ってるからっていうので、もうどんどん激アツになってきて、そう、最高に楽しかったですね。そう、去年の方が暑いんだ。そう、なかなか外のフェスとかだったりは本当に数えるくらいしか出演したことがないので、すごい緊張しました。しかも、本当に緊張した、ドキドキした。なんか直前になって、じゃあ移動しますってしてスタンバイするときに、もう急に緊張してきて、え、どうしよう、緊張する、緊張するってうろうろしました。私去年は出演してないですよ。去年はだって去年もチームごとに出演されてたので、研究生なので出てません。でもなんか「え、出てないの?」ってなんかところどころで言われててびっくりします。で、出てませんニョロちゃんさん、ありがとうございます。水色さん、ありがとうございます。 I love you baby 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 僕のアイドル。ヒーコパンはもう30年目ぐらい貫禄があったよめちゃめちゃ貫禄、30年はすごい、めちゃめちゃベテランだ。めっちゃそれの10分の1にも達してないぐらいの歴なんですけど、30年やばいの。だって私はまだお披露目から2年とちょっとぐらいしか経ってないので、30年はさすがにちょっと持ってるんですけど、そう、ユニットはグーチョキパーで X に投稿されてたと思うんですけど、 HKT の公式の X のアカウントで、グーチョキパーでユニットはメンバー決めて、したらグーチョキだったっけ、まあ何かチョキかな、何かグーかパーか当たり前なんですけど、どれかでさえさん、ゆえるさん、りのさん、ななか、私っていうメンバーになりまして、
そうメンバーはね、だからユニットのはどのメンバーの組み合わせでユニットするかっていうのは発表されてたんですけど、あの曲は彼女になれますかをしました。私はあなたの彼女になれますかですしました。私のアンダーデビューをさせていただいたリセット公演の楽曲です。お久しぶりに何回かしか、意外とリセット公演も本当に何回かとかぐらいしか出演できしてないから、なんか本当にお披露目から間もない頃に出させていただいてた公演曲を久しぶりにさせていただけたのが結構嬉しかったですね。憂鬱なバラさん、ありがとうございます。ヒーコパン、日焼けとか大丈夫だった？なんかわかんないんですよね。黒くなった？ちょっと黒くなったかも。わかんないよね。わからない。もしかしたら明日目撃者公演があるので、あの来られる方が、あのいつも見てくださったりとかしてる方が明日直接私を見たらいつもよりも黒いのかもしれない。でも画面じゃわかんない。どんな感じ？でも結構今はわかんないんですけど、昔とかは小学校の時とかは本当に夏休みとかはもう特に毎日外に出てなんか公園で遊んだりとか、公園じゃなくてもなんか家の前とかで走ったりとか走るだけはしてないかもだけど、なんかずっと外とかいたからめっちゃもう今の今じゃないぐらいめっちゃ焼けてて、結構焼けてたから多分焼けやすいのかな。いや、わかんない。外に出すぎていたのかもしれないし、わかりません。外に出る回数が多かったんかな、ただ単にあんなに焼けてたの。それかどうなんだ、どっちたけさんありがとうございます。そうアンダーでね出演させていただいてたぶりだから嬉しいですね。なんかそれこそもう本当に研究生の最初の最初とかだから、今チーム H としてなんかできたのも嬉しかったな。そう急に大きい声で多分びっくりしちゃったかも、ごめんなさい。新衣装なんでしたよ。ん？新衣装でした。なんと今回のサマステで新衣装を作っていただきました。嬉しいね。見ました？写真とかあの来られた方とかは直接見たと思うけど、みんなのあの投稿とか見て衣装を見たかな。調子に乗る大型もね、私めっちゃ大型なんですよね。そうね、お弁当は作ってないけどね、お弁当も作りたかったな。たもちゃんさんありがとうございます。ゆうかさんありがとうございます。ゆにゅうさんありがとうございます。
日焼けしちゃったとしても最高の思い出になったから問題ない。確かに君と思い出の日焼けしたいだもんね。そう、めちゃめちゃ外でね遊んでたよ。ね、嬉しい。リセット公演の曲ね、新衣装。そうなんですよ、あの K4 のメンバーの方たちとは色違いの衣装です。だからチーム衣装、チーム衣装って呼ぶ。チーム H はピンク色の、ピンク色黒って感じで、 K4 の皆さんは水色ベースのね。どっちも可愛いですよね。水色バージョンも可愛いし、ピンクバージョンも可愛いから、ね、みんなびっくりですよね。なんかわーってなってた。え、なにあれみたいなね、みんな多分びっくりしてたと思います。ね、本当に可愛くて、しかもキラキラふわふわレースって感じ。めちゃめちゃアイドルな衣装です。すごい可愛いですよ。写真で見るもん可愛いけど、直接見た方がさらに可愛いです。ま、結局可愛いということ。なんか大人っぽくなってるって。前髪が今分けてるからかな。今日はもうサマステでたくさん汗をかいて、もう前髪がもう途中で終わりになったので分けてると楽だしね、涼しいから。最近はなんかもう帰ってきたりとかしたら前髪どけてます。ね、多分みんな壁写真の衣装と思ってたと思われるので。ね、開演の前にね、なんか投稿されてましたもんね。ね、衣装ね、みんなちょっとずつ形とかも違うのがやっぱりポイントですよね、衣装は。やっぱりそう、今日はね、あのサマステでもう外だからで暑いだろうなと思って、普段は結構おろし系、あの何、髪の毛を結ばずにおろしてる系の、そっち系のヘアアレンジをすることが多いし、私的にはお気に入りな感じなんですけど、でもやっぱり外だから暑いだろうなと思って髪の毛下ろしたら、しかも結構私なんか髪の毛あのどんあのあ蹴った揺れちゃった、ごめんなさい画面が。そうだから踊るから髪めっちゃくっつくかなと思って、でじゃあもう髪まとめようっていうことだけ決めてて、であの新しい衣装だから何がいいかなとか考えてて、最初はあの一個お団子するかなとか考えたり、あと何考えたっけな、もう全編み、あの全部髪の毛編んでもらって綺麗にまとめてもらうみたいな感じか、
あと何を考えたかしら。あとなんか下にお団子するかかとか考えて、 あとポニーテールも、そう、最初ポニーテールにしようとしてたんですよ。高めのポニーテールにしようかなと思ってきたけど、なんか三つ編みやったことないやと思って、途中まで三つ編みしてもらって、もうなんか途中から巻いてもらうとかは結構していただいたことあるけど、今まで三つ編みしてないかもって思って、そうだからなんかこういう機会にいいかなと思ってやってみようと思ってやりました。そしたらすっきりだったし、いい感じだったかな、わかんない。そう、なんかね、結構もうなんかだんだんヘアアレンジがなんか同じ感じになりがちになってきてるから、なんかしたことないのとかもしたりしたいなとか思ったりするんですけど、思いつかなくって、結構意外と一通りやったかもって思ってるけど、どうだろう。今回新しい衣装の髪飾りがカチューシャだったんですよ私。そう、それもなんか可愛くてお気に入りポイントです。そう、途中まではねポニーテールしようかなって思ってたんですよね。そう、なんか前髪も上げようかなとかも考えたりました。ねえ、ゆいなちゃんポップスター前日リハまで泣いてできなかったけど、ヒーローちゃんとかに励まされたと模範絵に描いたねえ。最初1曲目が憧れのポップスターで、でいつも公演はいぶきさんが最初のソロ一声で歌ってらっしゃるんですけど、今回のサマステではその1曲目のもうドア玉、その憧れのポップスターの歌い出しを石松のゆいなちゃんがそう担当してくれててね、そうリハーサルの時にね、なかなか難しいね、緊張するじゃんやっぱり1曲目って、だし一人で歌うし、ね、だからすごい緊張してて、で結構リハーサルの時もねたくさん練習して頑張ってたから、そうね、でもさすごい緊張してるのは分かったから、そうなんか私にはあんまりできることはこうやって横で寄り添うぐらいしかできないかったんですけど、そうゆいなちゃんがしっかり、石松ゆいな、ニコニコゆいなが頑張りました。よかったね。だからそうすごいもうそこにね、だって最初だからね、どうしようってのもあっただろうし、でもしっかり決めてくれててかっこよかったです本当に。ゆいな頑張りました。そうめっちゃね普通のレッスン場とかでリハーサルするときとかもそうね、なかなかできなくってどうしようって多分なってたと思うんだけど、でも一回ちゃんと歌の練習をねたくさんした時があって、そうその時もできてたから、でも本番が一番できてた、めっちゃ良かった。
ね、できるの、ゆいなは。みんなね、できるって思ってたから。ゆいなが決めてくれて、良いスタートダッシュを切れました。ゆいなのおかげで。素晴らしい。よかった。そう、私もだけど、私とゆいなもだし、ココハ、いくのちゃん、しぶりちゃんは初めてのサマステだったからね。それも嬉しいですね。みんなで一緒に全員で出演できて。だってチームだけで出演していただくことって多分なかなかないから、本当は。だからね、すごい貴重な機会だと思うので、すごく楽しかったですね。リハーサルの時からめっちゃ楽しかったです。それこそチーム H 押しは元からこの曲しますって1曲だけ皆さんにお伝えはされてたと思うんですけど、そのリハーサルの一番なんだろう、チーム一押しでみんなでやる掛け声とかのところはもちろんめっちゃリハの時からみんなやっててめっちゃ面白かったんですけど、なんか一番ココハン、あなたは今日でココハン推し、ほらチーム H チャーハンっていうコールが掛け声するってなってて、それの時リハからみんなめっちゃ全力でチャーハン作ってて、めっちゃ本当に面白かったですね。それがそう、めっちゃ面白かった。本番はそう、最後のあのブロックがあのひじでさんのハイサイとかあったりね、コカのチャーハンもあるし、そう、渋井ちゃんのジャンプするやつもあるし、デイブキさん最後会ってとか、めっちゃ楽しかったですね。本当に本当に面白い。アイチーさんのさ、あのアイチッターのやつもさ、みんなあのなんか探してるのしてたりとか、どこ行ったみたいなやってて、めっちゃ面白かった。みんななんかそれぞれおのおのやってること違すぎて、めっちゃ個性だなって思って、リハーサルの映像とかも見てたんですけど、そう、面白かったですね。そう、みんなね探してるの、ずっとあれどこ行ったとか言いながら。そう、めっちゃね楽しかったですね。やっぱりあとエブリデイカチューシャも初めて、ベイビーベイビーベイビーも初めてさせていただきました。で、嬉しい。なんかそれこそなんだろう、私はもう小さい時とかめちゃめちゃ AKB さん好きで、テレビとかでも見てたし、もうなんか小学校の時とかはお家に帰ってきて AKB さんのMV をめっちゃ見るとかずっとしてたから、なんかそのめっちゃ見てた曲とかをなんかこうやって披露できる時に改めて、あ、すごいってなります。なんか嬉しいなって思いますね。すごい楽しかった。そう、エブリデイね、そうなの。もうめっちゃ夏やんと思って、めちゃめちゃ夏してるやんって思いました。自分
そう、めっちゃ良かったですね。しかもちょうど衣装がさ、そう、新しい衣装がカチューシャだったからさ、あ、カチューシャそう、なんか誰だったっけ、ココハかな、藤野のココハが、ココハっけ、多分ココハと思うんだけど、そう、カチューシャ、カチューシャでさ、こうやってカチューシャ外す振りがあるからさ、なんかその時にさ、本当にカチューシャ取ればとか取りません、カチューシャ取って踊る時にカチューシャ外してそのまま戻してしてみたいに言われたけど、無理だろう、しませんでしたけど、ちゃんと踊りではしましたよ。このさ、ダダダダイントロのさ、あの横位置になってタタ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 って順番にやっていくやつ、あれやばい、やばかったです、激アツ、なんか嬉しかった、なんかやっぱりね、嬉しいですね、こうやって、まあそもそもどの曲もそうなんですけど、こうやって見てたやつやれるのって改めて嬉しいですね、嬉しい、楽しい、ハッピーって感じ。なんかありますか、サマステこれが良かったとか、なんか本当に楽しくってめっちゃあっという間でした。みんな終わってから顔真っ赤っかになってて、それも可愛かったです。そう、横一列になってパン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 って順番にねやっていく。そう、夜空はゆうなちゃんとダブルセンターさせていただきました。そうね、摩天楼もしましたもんね、良いわよね摩天楼って。矢沢通りの魔術師さん、ありがとうございます。そうね、1曲目のやっぱブスターもいいですよね。確かにそれだ、MC でみんな、あのひじりさんが乾杯の挨拶をしてくださってたじゃないですか、あれがもう楽しかったです、最高にね、本当に沖縄よりも絶対あそこの会場が熱かったと思ってます、私も最高でした、本当に本当に楽しかったな。ね、衣装もすごい可愛かった、めっちゃすっごい写真撮りましたので、メールとかチャットとかにもう届いてるから、まだまだたくさんあるから送っちゃおう。そうね、なんか結構夏曲何したことがあるっけ、いろいろなんかたくさん、なんか結構この 2年ちょっとでいろんな曲をさせてもらって、いろいろ踊れるようになってて嬉しい、もうできるのが増えてて嬉しいです。メールとチャットどっちがおすすめ？メールはなんだろう、なんか思っている気持ちを皆さんにお伝えするみたいな
なんて言うんだろうな、まあ、チャットはあの結構なんかラフな感じな、なんか本当に一緒にチャットしてるみたいな気分の、結構写真が多めかな。写真を機にドーって送ったりする時もあるし、あの SNS とかにも投稿してないやつとかで、たまに動画とかも、最近動画送れてないから明日撮ろうかな。そう、写真結構多いかも。そう、あと生写真とかのオフショットとかアザーショットとかをお届けする時もあるしみたいな。結構多分いろんなことのツーショットとかみんなで撮ったやつとかも結構載せてる気がします。ビーバーさんありがとうございます。そうだからチャットも結構おすすめかなって思ってます。私はぜひ気になる方は。チャットはためにドアップも来る確かになんかドアップのなんかたまにねめっちゃ近くで写真撮ったやつとか送ったりしますね。確かにそれはチャットしか送らないかもチャットの人限定です。ドアップなかなかさ、ドアップはあんまりね、あんまり公にできるものじゃないかさ対策？普通に歩いたりするときとかは、なんだろう、 UV カットのやつとか着たりとかもするし、あ、日傘はマストかもしれない。あとはってかあんまりないけど、日陰があるのならば日陰へ行く。返信見てますよ。嬉しくて読んでます。いつもありがとうございます。お返事書いてくださってる方々、なんか送ったのに反応してくださってなんか嬉しいですあ、届いた、ちゃんと届いてるんだと思えるし、あとなんかそうやってメールとかは特になんかそこでしかあんまりお伝えしないこととかも書いたりとかたまにあるから、そういう時に返事してお返事書いてくださってるとなんか元気が出ます。なんか皆さんがいてくれてるんだなって思えてます。すごくありがとうございます。いぶきさんのヒーローのモノマネ見ました。本当になんかね、なんだろう、普通に X を開いたらで出てきてて、そのなんかゆうきさん切り抜きみたいな、それをちょっと見てみたら、覗いてみたら、そうざわちゃんのモノマネみたいなやつが出てみたのかな。そしたらなんか私のやつもしてて、そうやっててめっちゃ面白かったんですけど、でもすごい悔しいなって思うんですけど、似てるすごい似てるでもいやでもそこまではなくないですかって思いたいけど、そう、まあそこまではないとは思うけど、でも多分似てる
似てると思います。めっちゃ面白いね、ゆうきさんって多分だから上手だから、モノマネがだってザワのモノマネもしてたし、そうナナカのモノマネもしてるのを見て似てるって思ったから、あれ多分すごい多分みんなのことしっかり見てくださってるそうすっごい本当に悔しいんですけど似てました。そういぶきさんはそう今日サマステ波音のオルゴールがあったんですけど、その時歌わりが同じで一緒にこうやって本番前とかも落ちサビも一緒に2人で歌わせてもらったりとかあったので、結構ずっと本番前こうやって移動しな一緒に向かったんですけど、その時もずっと一緒に合わせたりとかしました。リスリス波音は恋のうごる、そう波音は初めてかな、私は披露したのは多分初めてかなですね。そう波音のオルゴールは私オーディション6期生のオーディションの合宿の審査の時かなの課題曲が波音のオルゴールで、だからすごいすごかったです。なんか本当にステージで披露できる日が来たと思って、感慨深いですね。あの時このあのオーディションの時はあそこの歌割りしてたなとか、そうなんかそのイントロとか聞くだけで結構思い出します。合宿の時の風景とかも思い出すし、これめっちゃ練習したなとかも思い出すし、すごい懐かしい気持ちにもなりながらめちゃめちゃ夏を感じてって感じだから、結構エモいエモいなって気持ちで歌ったりもします。B さんもしたし、早送りカレンダーもありましたし、夏夏の前は K4 の方たちが今日やってましたね。ね、コンサートでジーナさんといぶきさんがね、一緒に帰ろうよね毎日ってあれも見た時はなんかキュッてなりましたね。すごい楽しかったです、本当にあっという間で最高に楽しい時間でした。そして明日はチーム H 目撃者公演、夏祭り公演、うん夏祭り公演なので、明日も楽しみに。今日は今日の分の疲れも取りながら、そう1時間あっという間だったな本当に。っていうか1時間もこうやってフェスとかで出番をいただくこと、もう本当にね貴重な機会ですので、本当にね最高の夏の思い出になったなって思うし、でも楽しすぎて本当にあっという間に駆け抜けたって感じだったし、本番はもちろんめっちゃ楽しかったし、あともうリハーサルの時も楽しかったから、もうなんか全部込みですごい夏の思い出だなって
思います。素敵な思い出になりました。よかった、皆さんが楽しんで くださったみたいでね。これからまたあの衣装も着る機会もあると思うし、いつかね、楽しみ、楽しかった。とりあえず今日は、明日は目撃者公演で来られる方はお気をつけて来てください。じゃあ今日のランキングをね、そうランキングを今読もうとしています。夏、なんか夏らしいことしたかなって考えてたけど、今日が結構な、今日で結構夏な感じでした。あとスイカは食べたよ、普通にお家で。スイカめちゃめちゃ好きで、てかスイカベイビーもやってましたね。私はしてないけど、ユニットでアキさん、イブキさん、ミルンさん、ココハ、イクノちゃん、シブイちゃん、スイカベイビーね、あの浮き輪とかも使ってさやってたからめっちゃ可愛かった。可愛かった。じゃあランキングを読みたいと思います。13位からですよね。13位、ゆうかさん、12位、切腹さん、11位、ガッさん、10位、憂鬱なバラさん、9位、ユンユンさん、8位、ニョロちゃんさん、7位、たけさん、6位、ともちゃんさん、5位、茶沢通りの魔術師さん、4位、水色さん、3位、みなみさん、2位、たもちゃんさん、そして1位はビーバーさんでした。じゃあ今日は終わり。サマステ、本当に初めてのサマステが本当に最高の素敵な夏の思い出になりました。楽しかった。配信で見てくださった方もね、現地に来てくださった方も本当にありがとうございました。暑い中、あの来てくださった方は特に、たくさんちゃんと塩分とかチャージしながら、今日は本当に早く寝てください私も早く寝て明日に備えたいと思います。みんな体調には気をつけてください。夏なので、暑い日々なので気をつけてください。ではおやすみなさい皆さんバイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。